コメサボ押したんだろう。リアクターだったら勝ちワンチャンって気がする。くるっ。くるっ。はーい、せん、はい、せん。てか、あれだな。ハイブリさん、てか、高田さん釣れるときにハイブリさんに先に入れてたって言えばよかった。ちょっと待って、おまおじさんはですね、アーカイブにいたと思います。あら、自分がメイン単脇で、シャワー置くタスクに行っちゃってるんで、その間に抜けられてると分かりません。ハイブリ貨物脇なんですが、最後、停電、触れてないんですけれども、停電の方にいて、そこには来てない。で、藤宮、高田健志の2人が貨物一緒に湧いてすぐ診察行ったから、この2人ができなさそう。はい。うん、エレキの方行ってます。エレキです。梅健さんがボタン下、僕はミーティング奥に行ってます。ああ、奥に行く1人誰か見えてます。はい、僕です。計算して、工藤さんは大丈夫そうですか？まあ、アーカイブだったら厳しそう。工藤さん、エンジンのあたりで見た気がするけど、ちょっとそれ以外覚えてないです。あれ、工藤家一緒にエンジンから宿舎前の方に走ってた。あれ、ダウンロードをした始めたんで、あ、梅健が行くのを見て、もういいやと思ってダウンロード始めました。宿舎前ですか。はい。おまおじさんがどの方面に行ったかちょっと分かんなくて、アーカイブで私本2冊閉まった後に昇降機右に行ったら停電が直って終わりです、うん、貨物の弁当を僕は否定したいです。ん、僕シャワーなんですよ。シャワーから、うん、あと貨物からシャワーに飛んできて切るっていうことが僕視点ではほぼない、うんうん、キッチンタウンは切れて停電が直したのは私です。なんハイブリさん、ハイデバ見える？ハイブリさん見えてない。はい、オッケーです。僕通信室の中のアップロードしてます、ダウンロードしてます、うん、脇はエンジンってことですか？エンジン、いや宿舎前だ、いや違う、いや宿舎前、僕だ、宿舎前じゃない、エンジンだな、エンジンで左から来るケイクドとすれ違ってケイクドが上に行って俺は通信室行ったって感じかな、うん、アーカイブ脇出したの誰でしたっけ？あ、ゲンズ、ゲンさんか、おまげんでアーカイブ脇、エンジン脇がちょっとなんか位置がずれたりた感じだったんで、あの左から来たってなんですけど、全員エンジンです。なるほど、あ、3人、あ、とか、あ、一緒に湧いたのか。はい、まあゲンさん、プテさん、ハイブリさん、うん、3択じゃない？3択かな？チェリフです。おお、でかでか、釣り始めてもいいけど、なんかちょっと、いや僕がさ、あの、うん、奥行ってる時になんかがっつりボタンを押そうみたいな機構に走られてる場合は、まあ俺までできちゃうからさ、できちゃう人が広がっちゃうんで、うん、どうしようかな。あれ、メイン分けはいるんでしたっけ？自分です。プテさんだって、あ、最速シャワー置くカンカンタスクです、まあ、チェリフの指示にスキップしとくわ。うん、うん、ああ、いや、そうだ、もうさ、基本ハイブリゲンの2択、うん、ね、まあ、メイヤさん入るかもしれないぐらい、カモンぐらいか。俺が入ると多分工藤さんも入ると思うよ。うん、いいシェリフだね。インポスターだったら今頃大パンしてます。お前なんだ、シェリフなんだ、テン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 。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。さっきのやつのなんか抜け漏れがないか確認します。うん、もう一回減算視点で、おまおじさんはアーカイブ脇なんでしたっけ？アーカイブ脇です。で、シャワーに行ったんでしたっけ？わからないです。シャワーかラウンジ方面、昇降機右は私が塞いでるので違う。ゲンさんって昇降機右行ってダウンロード、本2冊閉まった後に停電が始まって昇降機右行って配電盤前行ったら終わりです。沼は左だったと思います。本2冊入れてる時とか入れ始めた段階でおまおじさんがどっちに行ったとかどっちに行ってないわ。2冊とも上だったんですよね。あ、なのでもうそっからのシーンがない。なるほど、ね、右に動いたか下に動いたかとかっていうのはあまり覚えてないです。さすがに覚えてないです。あ、ハイブリさんって、うん、何しました？アーカイブに湧いて、アーカイブに巻いてないよ。貨物脇で、初手給油、その、初手給油、配線で、配電盤前。貨物の。
アシェリフならハイブリさんで落ちそうな気が現時点ではしてるんですけど、ウメケンは何が疑問やった？あ、いやごめんなさい、高藤がどこにいたんでしょう。エレキの勝ちタスクしかできてない、うん、一緒にエレキ行って、はい、俺が1個落ちたぐらい。シェリフのプテ君がシャワー、貨物からの弁当を否定してるでしょ。シャワーに降りてきてたとしても、おじさんが、うん、右側に行ってるルートしかハイブリさんはないし、うん、で俺視点は剣士と藤宮君が2人で降りてってるように見えているので、まあだから、まあ弁当も難しそうやしっていう、もう見てるんだ、うん、だプテ目線でシャワーカンカンやってた場合メインの方に抜けられちゃうからワンチャン容疑者広がっちゃうかもってぐらい、ね、結構レアけな気しますけどね、うん、でもプテさんってメインは規則シャワー右奥、うん、そうなのよ、ね、じゃあ今からまあレアけでもないかなとは、左レアけではない。まあでもどうなんだろう、アーカイブとかで何にも助けられなかったら上から来る姿を僕が見ることってできるのかな、うん、いや見えると思いますよ、ギリギリ、うん、どうだろう、いやそこは分かんない。僕はまあ割と死にを注視してたつもりだから本当に来てないんで、まあでもまあちょっとの差でね抜けられちゃったら知るとか、もう見抜いてたりとかもしますあるし、まだスキップだ。はい、とかはい、なんかなんでだよ度胸がないから度胸がないからですか、反逆者がいる。給油と配線する時間あったか？給油と配線して向かう時間あったか？ハイブリさん怪しいな。うわ、怪しい小西だ。早くに近づくのやめよう。早くに元さん。おお。死体発見。アーカイブからシャワーに入ったら倒れ前で死んでました。梅健さんが死んでました。めちゃめちゃハイブリさんっぽい、そっち。地味屋視点でエレキに計算を置いてきてるので、梅健さんの方は関われません。計算。なんか両キル多分2人とも関われないぐらいじゃないかな。あ、僕は一応メインの除染まで行けてるんで。うんうん、あ、行ってんだ。あ、うん、そうなんだ。メインさんのところ。メイヤ君はね、停電全然前にメインからエンジンの方、左の方に行ってると思っていて、で、俺視点はこのキルの梅剣の方はサントスさんにめっちゃ見える。てか、ハイブリさんってメインから、停電前にメインからシャワー入っていったんで、通ってるんじゃないですか、死体1、工藤さんの言ってる。うん、通ってる。その時には死体ない。っていうか、シャワーの、タオル回収している梅剣を死にしている。うん、うん。てかでハイブリでメインエンジンからメインに入ってきたのと私クロスする形でエンジンに抜けてるんですね。でエンジンの配線、給油やった後に上に登ったら、サントスさんと合流してミーティング前ぐらいまで今来てます、うん、合流してんの？ミーティングってかドア開けね、あのミーティング前から、そうそう、ではしごした、はしごした、ドア開けでつっかいてる間に合流してはしご下にいます。いつ切られたかによるがサントスさん私視点極めてやりにくいです。なるほど。両キルですか？両キル、うんうん、いや、僕視点は除染にちゃんとさん置いてきて、で停電の時にアーカイブリフトの方にいて、今リフトでダウンロードしてるんですけど、ヌーンも左にある扉が両方開いている状態なので、置いてきた人だからそこかなと思ってサントスさんが怪しいって言いました。僕はほぼハイブリさんだと思う。まあハイブリさんに投票はこの日はするのと、キルクール開けた以降でも工藤さんと僕2人きりで行動していて、工藤さんが上、僕が下って言って貨物側からね、上下で僕はバイタル側に行って工藤さんが発見してくれてるから、うん、工藤さんだったら僕のこと切れそうなんで、工藤さんのセルフを僕がないと、サントスゲンが2人でやってると思ってます。初手のことも考えるとゲンさんの方が怪しいし、サントスゲンの2人が二郎だと思ってます。うん、これに関しては釣りはまあしょうがないか。セルフもないんだったら、他に容疑者位置がないんだったら OK です。まあ、でもそうね、ローラーしたらタスク進行無理だし、うん、まあ、ローラーではないですよね、多分決め打ち釣りですけど、まあ、決め打ちたいかな。決め打ちはちょっときつい、うん、だからまあ決め打ちっていうか、まあゲンさんを初手キルでやっぱり釣るっていうのはありですね。うん、それでお願いします、うん、じゃあ一応します。一応、はい。宮さんどこなんだ
メダさんの話しないよね。あれハイブリさんがなんかした？たかだ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 と別れるとエレキ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 でグイ上げる。たかだ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 と別れると。写真写真写真。はい、おい、ナイスです。ケンさん今ミーティング行かなかったのは？あ、普通に金庫の助けやりたかったわけです。まあ、まあ一応僕は私まで振りますか。おー、振ります。うん、私はもうハイブリさんで、なんやったらもう初日の容疑者の人はハイブリさんであり、基本的にはゲンさんが情報出しをしてくれてるから、うん、あの2択だったらハイブリさんから行こうかなと思ってたぐらいだったんで、キルあったんでもう1個のキル詰めますよ。うん、麺屋さんじゃない確か、もう1つ、うん、なんか左の方抜けたみたいな。でもそれハイブリさんその情報がでもハイブリさんからそうそう出てるから当てにならないんですよ。他に情報がない感じです。内宮 K で、まあ、停電前後もエレキにずっといて、はい、だから K さんが切れる位置はエレキしかないです。ないです。プテとかが貨物バイタルって言ってんなら貨物駆動プテ、うん、貨物脇もないってことよね。ない。脇位置洗います。根本的な話ですけど、だから普通に2キル厳しいと思うので高田さんが筆頭かなと思ってます。これはアーカイブ脇いて駆動とも合ってる、うん、ラウンジで、はい、右にはいないと思うんだよな。で、ゲンさん、K さん、さんと、うん、で私視点でメインで湧いたのが K さんと私だったと思うんですよ。多分、僕エレキにそこ降りてるんでちょっとあんまり覚えてないですけど。ああ、そうですか。で、その後エンジン行って、で2つタスクやった後にサントさんと合流して終わりなので、エンジンにはメイヤさんはいない。メイヤさんってさ、1ターン目のコミュニカって終わったって先、終わってなかったって先。終わってなかった場合はもう一回ダウンロードしに行ってるし、終わってた場合はアップロードで死んでる可能性があるかなと思ってたから、うん、どっちっていうか言ってましたっけ。コミュナカ終わりとは言ってた。終わりかは言ってないと思います。でどこで湧いたって言ってたっけ。そのターン、いや、そのターン終わんない、終わんない。あのターン終わんないと思いますよ。終わんないか。終わんないよね。だからもう一回コミュダウンロードしに行ってる可能性は、まあ安定だったらゲンさんまで。もう僕結構ハイブリさんで落ちた隠して、まあ、一応この話で、ね、正直ハイブリさんで落ちたと、うん、まあ一応ゲンさんね、最後あの金庫からねミーティングに向かってる姿を僕見てるから、うん、残りキルクル明け残り10秒ぐらいで、まあ、まあ、うん、お手さんにお任せします。大事を取って釣らない。はい、はい、ありがとうございます。サンタスさんがなんかめっちゃ白っぽいなと思いました。ハイブリさんで落ちてると思ってます。僕も行動予想がめちゃくちゃクルーのなんか考えてることに見えた。インポスターの時でもできるように頑張ります。ダウンロード終わんないか。即エンジン脇ダッシュ。あー、いや微妙。いや終わんないな。いや終わんない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 。コミュダウンロードしに行ってた。高田さん、コミュダウンロードしに行ってるみたいな。ゲンブリでライン切った。富士行け、富士行け。計算計富士おお、ね、おこれは白を蹴るぞ。富士トス K はずっとアーカイブとか諸国民とかいたんで、まあ無理だと思います。富士トス K、 富士トス K と電気室のカチンとかです。発見どこですかこれ。いや、ボタンですよ。ボタンですか。失礼。右側ではアーカイブ近辺ではとりあえず見てないですね。工藤さん、上げ上げのとこですか。なんていうんですか、あのアスタリスクのとこですね。アスタリスクのとこ。私、そこをやってからミーティングまで直行してるんですけど。ああ、そうなんだ。すれ違わないのかとちょっと思いましたけど。あ、でも、僕、否定さんから否定、まあ、100% じゃないけど、割と否定さん、まあ、そのセルフの方は、梅健さんの方は、うん、まあ、やってなさそうですよね。うん、まあ、やってるとしたら、メイヤさんの方。メイヤさん。うん、あ、一応、1位、俺言ってないんで、
脇忘れたけど、とりあえずアーカイブでダウンロードしてる羊飼い K を置き、貨物に行って残ってる配線をやって、で、サボナルだろう読み、右にタスクないんで配電盤前終わる。もうなんか高田さんって確か、ニキルの時ってアーカイブからラウンジに行ったって話でしたね。工藤さんに見られてるみたいな。ニキルの時って。ニキルの時は。貨物からラウンジじゃないですか、高田さん。あ、貨物からラウンジか。なんで、あれ結局左だっけ。うん、黒丸さんは高田さんを弾けるんですか。ニキル弾けない時。全然弾けないです。うん。あ、いや、ニキルの時に高田さんが右側のキルに関われなくって、右側のキルでハイブリスさん釣ってるはずだから、基本的に左側に流れてるあるだろう。メイヤさんの死人は出てないから、左側って断定するのは危ないです。ハイブリさんが、ハイブリさんか、ハイブリさんが左から、左にメイヤさんが行ったよみたいな話はされてましたけど、うん、ハイブリさん人外軸だと、うん、あまり信用できない。なるほど。ちゃんとさんって2キロの時って減産はわかんない。あの、ね、エンジンの真ん中より左だったら減産は切れるね。私がエンジン登った後に減産がエンジンの左から来て合流してるって話だから、一応ライン切りにはなるけど、メイヤーさん普通に切れると思います。減産はさっきも言ったように、うん、米ダウンロードが残ってるっぽいので普通に減産はできる可能性あると思います。ラインを切っていってね。その、まあ、だから何回も言いますけど、メイヤーさんが左に行ったらですけどね。それは、ま、マッチですかこれ。どっちにします？まあ、待ちたいですかね。タスク結構順調なんで、まあ、隠し郎いないからまとめづらい。でもサントスさんが結局キルできないから、高原ほぼ対抗じゃね。うん、高原でも絞られてると思います、まあ、ますけど、ね、まあ、工藤はそうだよね。まあ、プテさんの工藤さんがやりにくいのか。コミュダウンロードをもう一回しに行ってる場合は、ゲンさんがね、ハイブリさん殴りに行ってくれたのと、私白出してくれたのは印象いいんだけども、なんか経路がタスクやってる感がない。はい、まずキッチンで死体発、をしていて、ほぼほぼゲンさんだと思います、僕が展望キッチン武器庫通信室の手前まで行ったんですけど、その途中でゲンさん高田さんがキッチンに下ってくのを見てて、でコミュサボが鳴ったんで、これやどっちかがどっちかを切るしてるなと思って、あえて直さずに引き返したら死体発見って感じ。ゲンはバーガータスクの前です。ゲンさんの対抗って誰になるんですかこれ。高田さんがいなくなっちゃったら私になっちゃうのかこれ。でもそれだと最初ハイブリさんと私のやり取り何だったのって話になりません、まあ、最初プテさんはたまたまシェリフだっただけなんで、うん、プテさんがシェリフじゃなかったら容疑者3人でズルズル行ってたかなとは思います。対抗しとかんと多分釣りにかかられるから、うん、インポスター同士でも多分対抗しなきゃ釣りにかかられちゃうと思う。これ私って誰になる。サントスさんとかになるのか。最初塩出しちゃった。いやでもさんはね、あの3人で前回のキルができない。そうそうそう、うん、あの3人で取り合った時あるから、うん、アーカイブ で、ね、うん、だからせいぜい工藤さんで、工藤さんの資料予想ってプテさんからキル難しそうって言われてること、キルプールが溜まってで、メイヤさんのキルができるって感じですよね。梅健さんのキルはほぼやってないだろうっていう意味で、左側は無理ですよね。私ちなみにあとアップロードで絶対終わるので、あ、僕が終わんないから、まあ終わんないんだったらむしろスキップしていただけませんかね。そしたら1分稼げるので、1分で終わらない自信があるんで、健さんを、うん、強したい。マジか。まあ基本は減産でいいと思うので、僕も釣り派ですかね、うん、僕も一応ミーティングの配線と奥のやつと展望のダウンアップロードなんで、まあ、脇位置次第ではかなり危ない。釣らない理由ってマットが出てきたらやばいとか、まああと、うん、まあ容疑者は他にもいる可能性あるとかなんだけど、容疑者もないし、キル取れる人っていう意味ではゲンさんしか今いないから、何にもこう釣りをやめる理由はないとは思うんだよね、まあ、ケイトスにボタンがあればコミサボ中ですから。私はボタンあるけど、うん、あ、僕もボタンあります。でもサントスさんが隠しろっぽい感じになってるから、うん、あ、そうか、僕とサントスさんでボタン押しに行って、まあ、フィジークとで直しに行けばいいんか、うん、私って終わんないんで、いや30秒でケイさん無理なんでしょう。だったらどの道負けですけど、あ、なんで次釣るんじゃないですか、あの原産で終わんなかったら、原産が来るマットが残ってたら2を
3 PP だから意味ないっていう、ね、マット残ってるけど、まあ、でも30秒で終わんないな。富士系どっちかクルーのはずだから、うん、どっちかクルーのはずだから、お互いキル取れないので。ナイスファイト。高田さんマットか。え、そうよ。高田さんめっちゃアップしてたから。計算。私視点見えてなかったっす。そうですか。なるほど。マジか。でベッド入んなくてついてくるから。めっちゃ驚いちゃった俺高田さん。あ、そう。あ、俺切られるのかと思って。どっちかって俺クルーでも俺と対抗だからまあ切られないからと思って。そうですね。いやそうなんですけど、もうイビルの位置関係で。高田さん切った後に米サボ鳴らしてもう1キル入れてマット残りにかけるっていう思考だったんですけど、あらあらマジか、見えてなかった、申し訳ねえ、見えてなかった、すいません。よし、じゃあ行きますかね。はい、はい、はい。